一番痩せるリンゴ酢はこれ。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤すみかです。ダイエット効果の高いリンゴ酢けれども、たくさんの種類やお値段もあって、一体どれを選べばいいのかわからないなんてことないですか？そこで今回は腸活ダイエット整体師の私がおすすめする痩せるリンゴ酢トップ3と、さらにリンゴ酢ダイエットの効果を高める簡単で美味しいレシピをご紹介。ぜひ最後までご覧くださいね。目次です。1、リンゴ酢のダイエット効果について。2、痩せるリンゴ酢のおすすめトップ3。3、リンゴ酢ダイエットの効果をさらに高める痩せるおすすめレシピ、この順でお話しします。腸内環境を整えることで根本的な痩せ体質へと生まれ変わります。そのことで健康的で綺麗にキラキラと輝く女性を増やしたいなって思いで配信しています。ぜひチャンネル登録していただきまして、お役立てくださいね。では目次1です。リンゴ酢のダイエット効果ということで、痩せるポイントはズバリこちら、腸内環境が整うからなんですね。その理由は、リンゴ酢に含まれる酢酸という成分が、あなたのお腹の中の痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをめちゃくちゃ増やしてくれるからなんです。例えばあなたがヨーグルトを食べた、するとあなたのお腹の中に痩せ菌と呼ばれる乳酸菌が入った。ところがこの乳酸菌、お腹の中にやっと入ったと思っても、つかの間、約2日ぐらい経ちますと、なんと外に出ていってしまうんです。ここで活躍するのがリンゴ酢に含まれたこの酢酸なんですね。この酢酸を一緒に摂ることで、お腹の中で痩せ菌たちを増やすことができるんです。なぜ痩せ菌たちが増えるのか、それはこのリンゴ酢に含まれている酢酸が乳酸菌、要は痩せ菌たちの餌になるから。痩せ菌たちだって食事が必要なわけです。ああもうお腹すいたって、ヨーグルトだけじゃ足りないじゃないかって言ってるわけです。なので常に食べ物からだけ補うのではなくて、酢酸と一緒に摂ることで自然とお腹の中で痩せ菌たちを増やしていきましょう。そういうことです。お腹の中で勝手に増えてくれるんですから、まあ、リンゴ酢ってありがたいですよね。またこの他にもリンゴ酢のダイエット効果すごいんですよ。例えばこちら、太る原因ですね、血糖値の急上昇するからこそ、その間脂肪を溜め込んでしまうわけですが、その急上昇をグッと抑えてくれる効果があります。そうすると結果、脂肪の蓄積を抑えることにつながります。またこの他にも脂肪燃焼効果でしたり、リンゴ酢の酢酸が腸の運動、蠕動運動を活発にしてくれることで代謝が上がって、しかも便秘も解消。またカリウムが豊富に含まれているので、むくみ改善効果もありますし、そしてあなたの暴走する食欲を抑えてくれる効果もあるんですね。私のクライアントの方も、あれだけ止まらなかった食欲がリンゴ酢を飲み始めると、あ、なんかそんなにお腹空かなくなりましたってお声をよくいただきます。なのでリンゴ酢ダイエット法は、リンゴ酢を使ってあなたの腸内環境を整えることで、先ほどお伝えした効果を手に入れることができますよってことです。では目次2です。痩せるリンゴ酢のおすすめトップ3ということで、一つずつお伝えしますが、トータルで痩せるポイントはズバリこれ、無添加のリンゴ酢であること、これが大前提。それはなぜかというと、無添加であることが内臓に負担をかけずに、しかも痩せ菌を増やすことができるから。例えば逆に添加物がたくさん入っているリンゴ酢を取ってしまうとどうなるか、まず逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌が増えます。そして2つ目、あなたの味覚が異常になってしまうので、ますます太りやすい食べ物、甘いものとか脂っこいものとかがやめられない、止まらないになります。そして3つ目はやはり化学的なもの、添加されてますとあなたの内臓がすっごく負担かかるんですよね。余計な仕事をかけてしまうわけです。そうするとやはり内臓がしっかり機能しないわけですから、代謝も下がってしまって結局太ると。こういった原因があるからこそ、とにかく痩せるリンゴ酢というのは無添加であることが大事なんですよね。例えばこういったリンゴ酢って書いてあるリンゴ酢でも、皆さんこちら原材料名を必ず見ていただきたいですね。そこに材料が
もう完全無添加であるものだけ選べばいいんです。ではどんな風に選べばいいのか、おすすめトップ3いってみましょう。まず一つ目はこちら、酢酸菌をろ過する前の酢酸菌濁り酢になります。例えばどんなお酢なのかと言いますと、亀翔さんの蔵伝承の酢酸菌濁りリンゴ酢ささめなどですね、津軽の新鮮なリンゴをすりおろしてその材料だけで作られた、ろ過する前酢酸菌が残ったままの濁ったお酢です。この濁ったままのお酢がやはり栄養だったり酵素だったりミネラルですよね、そういったものがちゃんと残ったまんまの健康志向の高い方ではめちゃくちゃおすすめの純リンゴ酢です。なのでポイントはメーカーさんはどこでも構いません。大事なのは酢酸菌を残したままろ過する前の濁ったまんまの材料がリンゴだけでできてるリンゴ酢がおすすめです。ではおすすめトップ3の2つ目はこちら、有機リンゴだけから醸造された有機純リンゴ酢になります。例えばどんなものがあるかと言いますと、内堀醸造株式会社さんの実の有機純リンゴ酢などがそれにあたります。こちらのような純リンゴ酢は完全な有機栽培のリンゴのみで作られた JAS 認定の商品なんですね。安心安全無添加のお酢になりますが、濁っていませんということで、酢酸菌をろ過した後のリンゴ酢ということになります。このタイプのリンゴ酢もメーカーさんは問いません。大事なのは材料が有機栽培のリンゴからできている純リンゴ酢、ここさえクリアしておけばどのメーカーさんでも OK です。では最後3つ目のおすすめのリンゴ酢はこちら、原材料が国産のリンゴ果汁 100% のみで作られている純リンゴ酢。例えば全国的に皆様が手に入りやすいのはやっぱりこちら、ブランドがミツカンのですね、純リンゴ酢、国産リンゴ果汁 100% のみを使用したフルーティーで豊かな香りということで、こちらですね、原材料名を見てみるとリンゴ果汁が 100% のみ出てきている、このような純リンゴ酢であったり、もしくは同じような品質のこちら、もしあなたのお近くにイオングループ系のトップバリューさんとかマックスバリューさんかな、そういったスーパーがある方はこのトップバリューのブランドの国産リンゴ果汁 100% を使った純リンゴ酢もおすすめです。で大体、まあ、その時のスーパーのね価格にもよると思いますけれども、こちらそれぞれ 500ml 入ってまして、大体400-500円程度で買えます。どちらかというとちょっとこちらがコスパいいかなと思うんですけれども、いずれにしてもだいたい400-500円程度の料金お値段で買えます。そしてこの前にお伝えしたリンゴ酢2種類ですよね、あちらはだいたい同じ量でもこのお値段の倍以上はだいたい平均的にかかるんですよね、まあ、もちろんそのネットのサイトでも料金違ったりまとめ買いすると違うと思うんですけれども、やっぱりですねポイントです。痩せるリンゴ酢トップ3お伝えしましたけれども、どのリンゴ酢も全部純リンゴ酢なんですよね。そして最も大事なこと今からお伝えしますよ。何でしょうか。それは続けることです。ですから最初の1つ目と2つ目のリンゴ酢がちょっとお値段的にもお高めなんですよね。ですからそれ1本買って終わっちゃった、それ意味がないんですよね。ずっと続けることです。プラス体質改善含めますと最低でも 3,4 ヶ月は毎日大さじ2杯ぐらいまでの純リンゴ酢を飲み続ける、これが一番大事。そういった点から言いますと、どなたでも続けやすいのはこのミツカンさんとかトップバリューさんのこういったコスパの良い純リンゴ酢でしたらいいと思います。では目次3つ目はこちら、リンゴ酢を使ったさらにダイエット効果をアップさせるための痩せるおすすめレシピ。このおすすめレシピの痩せるポイントはズバリ、材料が全て発酵食品なんですよ。この発酵食品は痩せ菌たちの大好物です。どんどんお腹の中で痩せ菌たち増やしていきましょう。ではここからレシピの材料と作り方です。はい、ズバリ、
キムチ酢納豆です。材料1人分です。まず納豆を1パック、キムチを大さじ1、純リンゴ酢を大さじ、お好みで1/2から1、このたった3つご準備ください。この材料の納豆とキムチはめちゃくちゃ痩せ菌、乳酸菌が特に豊富なんですね。加えてこのキムチに使われている唐辛子は脂肪燃焼効果が高い、しかも代謝も上がるという痩せ効果と、また納豆は納豆菌が入ってますよね。この納豆菌がね、また優等生なんですよ。食べても胃酸や熱に強いので、生きたまんまあなたのお腹の隅々まで届くことができるんです。そこにもって今まで散々お伝えしたこの純リンゴ酢効果酢酸ですね、一緒に取って差し上げてください。もういっぱいいっぱい元気いっぱい乳酸菌痩せ菌たち増えていきます。作り方は簡単です。以上の材料をよく混ぜたら完成。ただし注意です。材料はすべて無添加でお願いします。例えば納豆でしたら、国産の遺伝子組み換えではない良い大豆からできた納豆プラス添付のタレは化学調味料が入っているものがほとんどなので使わないでください。そしてキムチもしっかりですね。例えば原材料に調味料カッコアミノ酸とカッコ閉じる、これが書いてあるのが実は化学調味料になりますから、もうぜひ、もう入っていないキムチ探すのほんと大変で、私も大変なんですけれども、お互いに諦めずに粘り場です。絶対に見つかります。美味しい無添加キムチあると思いますから、ぜひそういった体とダイエットにも良い無添加のキムチを選んでくださいね。ここまで動画を見てくださったあなたはすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。またこのリンゴ酢ダイエット法で1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ達成した方が本当に多く出てきていらっしゃいます。お知らせです。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の女性の方の心と体のケアをした経験から、腸内環境を整えることで根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができる腸活ダイエットの具体的な方法動画4本を今無料でプレゼントしております。ぜひこちら動画の説明欄リンク LINE 登録をして受け取ってください。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際にトライしてみてこうなりました、こんな美味しいレシピがありますなどなどコメントいただけますととっても励みになっています。いつもありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです。リンゴ酢はドリンクとして飲むのもとってもおすすめです。例えば純リンゴ酢大さじ1に対してコップ1杯の白湯で割るリンゴ酢ダイエット、ぜひ美味しく続けてみてくださいね。